ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ついに HC85 系が特急南紀でもデビューしたわね。ああ、キハ85系も引退し、JR 東海の車両事情も大きく変わってきたな。そして実は、名古屋地区の在来線にも新型車両が投入されているんだが、知ってるか？え、HC85 系の裏で別の車両が登場してたの？ああ、それがこの315系だ。わえ、東海の新型普通列車投入って随分久しぶりな気がするわね。今は313系がばっこしている状況だからな。今回は、そんな315系の車両の使用と運用、今後の展望について紹介するぜ。どんな車両か、気になるわね。それではいざ、ゆっくりしていってね。315系は、2021年から製造、2022年より運用開始した JR 東海の通勤型電車で、国鉄分割民営化前後に製造された211系、213系、311系の老朽化による置き換えを目的として導入されたぜ。JR 東海の通勤型車両って珍しい気がするわね。これまで投入されてきた313系は、オールロングシート仕様の2000番台があるものの、近郊型車両の分類であること、静岡地区での運用であるといった事情があるため、JR 東海が新たに製造した形式としては、初めての通勤型となるぜ。2020年に新型車両投入とイメージデザインが公表され、2021年より製造開始し、全車が日本車両の製造で、2023年現在、0番台8両編成17本の136両、3000番台4両編成2本の8両、計144両となり、最終的には352両が投入される予定だぜ。315系もなかなかの大所帯になりそうね。通勤型ではあるものの、時速 130km 対応でトイレや溶断波が備わっているため、従来の近郊型と同様の長距離高速運転が可能だぜ。なかなかハイスペックな車両ね。ここからは車両の仕様だ。外観は先進性と親近感をコンセプトとしており、車体はステンレスを基本に先頭部分は鋼製となっており、日本車両のブランド Nクオリスを初めて採用し、速攻対応車端、中間、側入り口の各ブロック単位で製造を、レーザー溶接により組み立てることで、外観の美観向上と構造部材の配置見直しによる強度の向上を図ると同時に、窓部分に柱を立てることで側面の衝突対策を施してるぜ。見た目以上に頑丈な作りとなっているのね。ホームドアに対応するため、先頭車と中間車ともに、車体の長さが によろず 100mm で統一され、幅 2978mm、屋根高さ 3630mm、床面高さ 114mm と、313系と共通となっているぜ。いずれは313系との並結運転も行われるのかしらね。先頭部分は曲線を使用した幾何学的な形状となっているが、これは衝突対策のために後対角を用いた形状で、窓下に楕円形のライトケースに高輝度 LED の前照灯、後尾灯が配置されてるぜ。前面の顔は特急型の HC85 系に似ている気がするわね。カラーリングは白とオレンジのラインで、側面ドア上や窓の高さにオレンジの帯が、その下に白のラインが入り、前面窓から貫通扉下にかけて白帯が、窓下にかけてオレンジ帯の配色となっているぜ。車体全体が滑らかですっきりした印象となってるわね。内装面は優しく安心感のある快適な移動空間をコンセプトに、開放的なデザインとなっており、座席はロングシートで車端部が4人掛け、ドア間が11人掛けとなっており、座席幅は211系より1センチ広い460mm で、カラーは普通席が青色、優先席はオレンジとなっており、優先席エリアでは床面や釣り手などもオレンジ色で、視認性を向上させており、客室窓は赤外線と紫外線を99カットできる複層式の UV カットガラスが使われ、カーテンを省略し、中央部と車端部の窓はレバー操作で開閉することができるぜ。車内は一転して落ち着いた雰囲気ね。従来車両と比べ、釣り手や手すりが増備され、JR 東海の車両では最多数となり、211系と比べて約2割ほど増え、高さも160センチ、170センチ、180センチの3種類となり、乗降ドア付近は、頭をぶつけないよう最も高い位置に設置されてるぜ。ドア上部には車内案内表示用液晶ディスプレイが1機、JR 東海の車両で初めて設置され、床材にはゴムを入れた低騒音床構造となっており、遮音性が高められ、車両とホームの段差を少なくするため、床面の高さを下げ、ホーム側に傾斜させることで、ベビーカーや車椅子利用者も乗り降りしやすくなってるぜ。細かい部分にも気遣いがしっかり見れるわね。他にも防犯カメラが1両に5箇所、非常通報装置が3箇所が備わっているぜ。車椅子対応トイレは編成に1箇所、
車椅子スペースは1両に1箇所に設けられているぜ。空調装置は、国内の鉄道車両で初めて AI が採用され、常に制御の最適化が行われ、また、編成中1両に JR 東海初の弱冷房車が設定されているぜ。結構 JR 東海初の試みが使われてるわね。走行機器類には、車両制御装置にシックソシを利用した VVVF インバータ制御が使われ、営業最高速度 120km、設計最高速度 130km の高速運転が可能でありながら、211系と比較して約35の消費電力削減しており、一部はサービス用電源を供給する補助電源装置と構成され、故障時には健全機器の出力を向上させ、通常時と同様の性能を確保する保証機能を導入し、8両編成の0番台では2インバータ、4両編成の3000番台では1インバータ故障まで対応可能となってるぜ。さらに、新幹線車両 N700SK の技術をフィードバックした、非常走行用蓄電装置を設置し、架線からの電力供給がなくとも、安全な場所まで自走でき、車内の空調装置も動作可能となるぜ。台車には、HC85系と同じものが使われ、横張りと側張りをプレス加工で一体化させることで、重要溶接部を313系より約6割削減し、信頼性の向上と省メンテナンス化を可能としており、軸バネは上下左右前後ごとに柔らかさを調整できる仕様で、上下を柔らかめ、前後を固めにすることで、走行時の安定性と乗り心地を両立し、振動の低減にもつながっているぜ。長距離輸送向けに乗り心地にも抜かりないわね。さらに、車両と地上間のデータ通信装置を導入することで、常時列車の状態監視を可能にしており、各機器の動作状況をリアルタイムで地上設備に送信し、サーバーで分析し、異常の予知を検知することで、列車遅延の防止やメンテナンスへの活用により、車両不具合の発生を抑制することができるぜ。今後は車両の常時モニタリングが当たり前になるのかしらね。2023年にデビューした3000番台は、0番台と一部仕様が異なっており、分割併合可能な電気連結機と貫通ホロが設置され、先頭部分の形状や配送機の形状が異なっており、ワンマン運転を目的として、車両側面上部に安全確認カメラが設置されているぜ。東海のローカル線区にも315系が広まっていきそうね。315系は製造後、2022年のダイヤ改正から中央再線名古屋中津川間で、0番台8両編成の営業運転が開始し、終日の運転両数が8両に統一され、最長10両の運用が消滅したが、4両や6両の短い運用は増結された形となり、代わりに、朝通勤時間帯は増便が一部運転区間の延長が行われたぜ。平日夕方には愛知環状鉄道線瀬戸口駅まで乗り入れており、愛知環状線内では前寄りの車両を締め切り、後ろ寄りの車両で乗降扱いを行うぜ。この時前寄りの車両には、貫通扉も施錠されるので車内からも入れないぜ。今はもっぱら中央再線専用車両となってるわね。0番台は電気連結機を搭載しない関係上、単独での運用となり、時刻表では315系の運用には星マークが付けられてるぜ。315系を狙うなら星マークのついた運用を探すわね。中央再線の名古屋中津川間は、2023年度中には315系に統一される予定となってるぜ。同年12月に4両編成3000番台がデビュー、試運転の後、今年6月に安全確認カメラの画像認識技術検証を兼ね、関西本線名古屋亀山間で営業運転を開始したぜ。3000番台は211系、213系、311系、313系との連結運転が可能で、今年1月に313系との試運転が行われたが、現在、営業運転では他形式との連結運転は行われていないぜ。ちょうど車両置き換えの転換期だから、他の形式との連結運転が見れるかと思ったけど、まだなのね。現在は関西本線での運用のみとなっているが、いずれは東海道線など他の路線でも見られるようになるかもな。他の線区での活躍もぜひ見てみたいわね。以上で、315系の紹介を終えるぜ。今年はまさに JR 東海の転換期って感じね。HC85 系に次いで、JR 東海の在来線事情も変わりつつあるからな。315系の投入により、名古屋地区の211系や213系、311系は時期に姿を消すだろうな。今走っている車両の写真や動画での記録はお早めにね。このチャンネルでは、こういった鉄道解説や走行動画を公開しているから、チャンネル登録、動画のシェア、よろしくな。動画の評価、コメントやリクエストもよろしくね。それでは、ここまでご視聴、ありがとうございました。